一般的に病気にならない方法というか健康を保つ方法以外にですね、もっと積極的に、自分の免疫というものを非常に大切にし、まあ、免疫があればですね、まあ、人間は生物が生まれたから、38億年も経ってるんだから、防御機構は完璧であると、まあ、いうふうに信じてですね、ライオンのようなものが来たらライフルで撃ち殺すとか、それから、ペストなんか来たら抗生物質でやっつけると、まあ、いうことをしてもですね、あとは日常的なものはもう免疫で、病気にならないというふうにしますとですね、どういうことになるかっていうと、病気になっても緊急時以外は症状を止めない。病気と症状と違いますから、例えば風邪をひいてくしゃみが出ると、でくしゃみを止めるというのはどういうことかというと、くしゃみって何のために出るかというと、喉のあたりにあるばい菌をですね、体が出そうとしてもくしゃみするわけですよね。鼻水もそうですね、まあ、そこで鼻水にしてしまって出すと、もしくは胃の方に、下ろして呼吸器の方に入らないようにすると、まあ、こういうことなんですから、下痢はですね、まあ、ひどい下痢は別なんですが、普通の下痢は腸内に悪いものがいるから早く外に出すために下痢にすると、まあ、そういうことですから、症状を止めるっていうのは非常に危険なんですね。ただ今もっと危険なのは、症状を止める薬っていうのがですね、免疫を止める薬が症状を止めるということなんで困っちゃうんですね。免疫力を弱めなくても症状を止めるという薬があればいいんですけど、症状っていうのは免疫力、自分の免疫力が症状を出しているので、まあ、症状を止めるっていうことは免疫を止めるっていうことなので、それでまあ次から次と病気になって、まあ、しまうわけですよね。だからここのところどう考えるかって非常に難しいわけです。綺麗事は言えるんだけれども、現実的にそれでいいのかっていうとですね、それは大変に難しいことだと私も思うんですね。それからまあ医療関係者がですね、合意してやってほしいことは、ステロイド剤はよっぽどの時以外は使わないってことですね。ステロイドっていうのはですね、こう生命、命と非常に近いもので、まあステロイド剤を飲むとですね、自分の遺伝子までいっちゃうんですよ。そうしてまあ非常によく効くステロイド剤とは何かっていうと、免疫力を落として体が抵抗してるのをやめちゃうんですよね。例えば皮膚がボロボロになってかゆくてっていうのは、皮膚からもう物を落とすというためになってるんですが、まあ、それを抑えちゃうと、免疫反応自体を抑えちゃう、時には遺伝子を変えてしまうと、まあ、いうことなんで非常に危険なんですね。で現在の多分製薬会社で作ってる薬のうち、ステロイド剤の売り上げっていうのが、まあ、なかなか公表されてないんですが、半分ぐらいかもしれないんですよ。そうすると我々はステロイド剤を飲むとか塗るとかすることによって、まあ、少しずつ少しずつ若い頃から免疫力を落としていって、まあ、ついに老人になると免疫力不足で死んでしまうということになるわけですね。そう、こういうものをじゃあ具体的に避ける、例えば咳止めを飲まない、下痢止めを飲まない、解熱剤を飲まない、ステロイド剤を飲まないってことになると、どうするかっていうとですね、これがまた困っちゃうんですよ。まず一番効くのがインドのバラナシっていうところありますよね、聖地みたいなとこ。そこでガンジス川に沐浴すると、したらインド人は元気だけど日本人はみんな下痢をすると、発熱もするということなんですね。これは免疫力の差なんですよ。長い間そういう汚いところにいるとですね、インド人は免疫力が十分に免疫が上がっておりますが、まあ、日本人は綺麗なところにいるので、まあ、ダメだっていうわけですね。パキスタンのお母さんは子供にですね、あなたはちょっと道路に行って牛の糞を嗅いでくださいって言うんですね。したら子供たちがバーって行って乾いた牛の糞を、匂いを嗅ぐわけです。これも免疫力ですね。免疫力をつけて、
そして、子供にの元気にさせるってことですね。お母さん非常に真剣なんですよ。だってパキスタンなんかでは高度の医療って受けられませんから、やっぱり子供の免疫力を上げと上がっていかんと。じゃあ日本にいてですね、インドのバラナシでガンジス川に沐浴することもできないし、まあ道路に落ちている犬の糞かなんかで乾いたやつを匂いを嗅ぎに行かせるのも子供にですね、それもちょっとかわいそうだと。なんか具体的なことないかっていうと、実は少しあるんですね。それはラジウム汚染に入るとか、タバコを適度に吸うってやつなんですね。ラジウム汚染っていうのは、まあ、健康にいいと言われてるわけですが、これは2つ効用があるわけですね。1つはもちろん温泉ですから血の巡りが良くなる。つまりまあ血圧を上げると、血圧を上げて血の巡りを良くするよりかは、温泉に入って血管を太らせて柔らかくして、そして血圧を下げて血の循環を良くした方がいいわけですね。寒い時に血の循環が悪くなり、血の循環が悪くなると、まあ、病気にもかかりやすくなる、風邪にすぐなりますしね。寒い時に風邪になるっていうのは、体の表面の温度が下がって血流が弱って、まあ、そのために免疫力が下がって、まあ、風邪をひくと、まあ、こう考えられてるわけですから。で、温泉に入ると風邪をひかないと。もしくは、海岸に行ってですね、まあ、1ヶ月も海岸に行ってですね、あんまりひどく焼かずに適当にこう焼いている、つまり黒光りしているような子供っていうのは風邪ひかないんですよ。それは当たり前で、まあ血の循環が常にいいわけですね。それからもう一つはラジウム汚染も海岸も同じですけども、がんができるってことですね。もちろんラジウムの放射線が当たるわけですから、まあ、日常的に1日にがんが5000個だとすると、ラジウム汚染に入ると1万個ぐらいに増えると。もしくは日光浴でもそうですが、海岸線で夏の盛りに日光に当たればがんが増えると。それは紫外線ですからね。ラジウム汚染は放射線であり、それから夏の海岸は紫外線であり、一部放射線もあります。まあ、太陽が原子炉ですから、まあ、原子炉から来る光を浴びると、まあ、ほとんどがオゾン層でシャットアウトされますが、通過してくる光っていうのがあるわけですね。ですから、まあ、ラジウム汚染とか夏の海岸っていうのは、体にがんを作り、それから血流を抑止するわけですから、それはですね、免疫系が上がるし非常にいい状態になるわけですね。まあ、タバコはですね、発がん性も少しありますし、まあ、その他の毒物もあるので、まあ、免疫を作るにはちょうどいいんですけど、ちょっと血管に悪い影響があるんですね。ですからまあタバコを吸えば肺がんとか乳がんにはなりにくくなると思いますけれども、私の調査でもそうなんですが、血管系の病気とかですね、肺胞をですね痛める、まあ、COPD という病気があるんですけども、まあ、タバコはですね、タバコを吸って、免疫を上げるんだったらば、ラジウム温泉というか温泉に入るとか夏の海岸に行くという方が、まあ、僕はおすすめなんですが、まあその都会の生活を送ってますとですね、ラジウム温泉行ったり夏の海岸行ったりするのがそんなにできないので、まあ、せめてかできるだけ裸になって日光浴をするのはいいですね。それからタバコもまあ1日20本以内ぐらいに収めてもらって、それで適当にまあ体の中にがんを作るということになりますね。要するに発がん物質を遠ざけるっていうのはちょっと問題なんですよね。発がん物質があるからこそ我々はがんに対する免疫系を持っていて、結局は我々はがんで死ぬんですけれども、それがですね100歳とか110歳ぐらいでがんの遺伝子が発現するようにしたいわけですね。そのためには弱い刺激ではがんの遺伝子が目覚めないようにしなきゃいけないので、また私なんかはタバコ本当に追放していいんですかって言ってるのはそれなんですね。やっぱり我々は自分たちの体を守るのにどういう方法がいいかっていうことを考えなきゃいけないと思います。ちょっとこれは1回で終わりませんでしたので、まあ、2回目に入りたいと思います。